今回は緊急クエストではないんですけど、セルレギオスに行こうと思います。装備とステータスはこのようになってます。いつもの回避型事件です。それでは出発します。眼下の獅子が来たるべき姿とは思いもよらぬ。間もなく金の刃は降り泣いていく。まばゆき火を背に車種は姿を現す。一矢報い一命をつなぎ止めようとて、竜はより早く慈悲を楽しむかのようにより高くから新たな金色の墓標を築く。王国のために私の腕前、ね、ご覧あれ。日の江城里で噂に聞いたその腕前見せていただくよ。ウサ団子の力でやる気満々です。ご期待は裏切りませんよ。今回の盟友はロンディーネとヒノエさんです。盟友は組み合わせによっては専用の掛け合いセリフが用意されてます。ヒノエミノとうつし教官の3人だけ武器の手が選べます。盟友の攻撃力はかなり低いため攻撃面での戦力は全く期待できませんが、笛でのサポート能力は下がらないため笛盟友はかなり強力です。いい調子です。破竹の勢い、いいペースだぞ。取りました。そしてあれがセルレギオスです。元はモンハン 4G に出てきたモンスターらしいですね。いたね。ああ強そう。いつでも爆破できるよ。起爆準備完了だ。笛という強力な装備を持っている。あれだけのモーションが
長く交易商として振る舞っていたから驚かせてしまったかな。大切に使います。そうですね、交易商とみな信じていたので驚くかと。気づいてなかったふりする。日の江さん優しいわ。私まだまだ強くなれそうです。やあ、Yeah!
よくぞ来た。頼むぞ。ではというわけで次回はエスピナスをやります。今日も頑張って参りましょう。ええ、はい、特別なクエストが来ています。ありがとうございました。またお話聞かせてくださいね。